なぜだ、なぜここから先が見えない。二つのモナドを手にした今、この世界の因果の流れは我と共にあるはず。なぜビジョンがここで途切れる。ディクソンが消えたか、ローランもあの者たちに。バカな、テレシアの力が弱まっている。赤のごとき矮小な生命に遅れを取るだと。この世界はあなた方のもの、神なる必要のない世界を作ってください。神のいらぬ世界だと。ふん、神あってこその世界だ。ここは我の世界なのだ。なんだこれ。なんだもう、ここいつの間に夜になっちゃったも。リキ、スヤスヤしたのかも。見て、足の下も空になってる。いつの間に巨神の外に。それに陸も海もないなんて。あれは水の塊。とうとう来たね、シルク。あ、君はどうしたの、シルク。楽しみにしているよ、君が選び取る道を。そして道を選んだ後にまた会おう。ようこそ、シュルク。その声、ザンザか。
でも姿が違う。そう、本来であれば我はシュルクから得たこの体をよりしろとして次の千年を生きるつもりだった。だが思いがけぬ力が手に入ったのでね。メイナスのモナド。そうだ、お前に預けてあった我のモナドだけでなく、もう一つの創生の力をもこの手に収めることができた。全てを手に入れた我に、もう巨神界の生命は必要ない。全てはお前のおかげだ、シュルク。使徒たちの誰よりもお前は役に立ってくれたよ。我への反逆の罪もモナドさえあれば許すことができる。へっ、ご褒美でもくれるってか。その通り。我が新たな使徒に助するとしよう。永遠の生命、強靭な肉体、もはや死の恐怖に怯える必要はない。その傲慢さでハイエンターを、いや巨神界に生きる者たちをもてあそんだ者が何を言う。もてあそんだ。そうだ、テレシアに変えられた者たちを私がどんな思いで打ち果たしてきたか。何を言っている。あの姿こそが彼らの本質。変えたのではなく戻したのだ。テレシアは我の細胞の一部、それに戯れに知性を与えてみたのがハイエンターに代表される原初生命たちなのだ。つかの間といえど知性体の真似事ができたのだ。感謝してほしいところだな。なるほど、動物種の思い上がりというわけか。本来巨神界の生命とは我が存在するための依り代であり、かて巨神界とはそれらのムクロと生命エネルギーが積み重なったものに過ぎない。だが全能を気取ろうと貴様はハイエンターによって監獄島に囚われていた。その程度の存在だ。囚われていた。我はただ休息していただけだ。かつてメーナスの依り代との争いで我も傷ついていた。ビジョンで知った新たな依り代の誕生、その日を待ち続けていたに過ぎぬ。それが僕だと。そうだ、お前の体を得て我はメイナスとの戦いに再度臨むつもりだった。だがあれが最後になるとまでは思わなかったよ。メイナス。我にモナドをもたらした功をもってそなたを新たな使徒にジョスとしよう。シュルクよ。断る。お前のよりしろにも使徒にもなるつもりはない。僕はただのホムスとして生きていくだけだ。お前のいない世界で。残念だ。全てを我に委ね安寧の時を得ればよいもの。だがそれが知性体というものの宿業かもしれん。自らの力、技術で世界を変えようとする。それは神のみに許された技だ。鬼神界を滅ぼした理由はそれか。当然だ。メイナスを報じていたマシーナという者ども、あれもまたメイナスの庇護のもと不遜な進化を遂げつつあったからな。そんでもって次は俺たちホムスの番ってわけか。その通り。ホムスもまた危険な種族であることをお前たちが証明しつつある。残念だ。我は友人が欲しかった。だが生命に知性など与えるべきではなかった。神が友を求めるべきではなかったのだ。違う。メイナスは僕らとの共存の道を選んだ。メイナスが僕らを友と呼ぶのなら喜んで受け入れよう。だがお前が求めているのは友なんかじゃない。従順な下僕だ。己のための餌だ。
やはりお前たちに考える心などは過ぎた代物であったようだ。だがもうじき全ては終わる。テレシアが巨神界の生命を食らい尽くす。その後我は新たな世界を創生しよう。これまで幾度もそうしてきたように。させない。絶対に僕たちが止めてみせる。お前たちこの僕たちの進化は終焉としよう。バッハリの最高だ。サモニングフリーというのか。なら圧倒的力で全てを抹消してやろう。イオン、これこそが全てが融合した世界の姿だ。なぜだ、なぜビジョンが使える。モナドはその手にないというのに。わからない。だけど心の奥底から浮かんでくるんだ。倒すべき相手が、変えるべき未来の姿が。見えた未来は絶対のものじゃない。私たちが選んだ道の数だけ無限に変化する。それはあなたもよくわかっているはず。これまでそうしてきたのはあなた自身なのだから。それは神のみに許された技だ。だからどうした。見えようと見えまいとそんなことは重要じゃない。選び取ろうとする意志、掴み取ろうとする力、僕らは今それを手に入れた。それはモナド。あなただけに選ばせはしない。この世界に生きる者全てに選ぶ自由がある。それが未来よ。第三のモナドだと。なぜそんなものが。なぜお前たちごときが。始まりにして終わりを告げるもの。なんだ、
何を言っている。さあシュルク、選び取る時だ。ザンザの世界か、君たちの世界か。そんなこと最初から決まってる。うわあ、その文字は。僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。紡がれてきた神の記憶が消えていく。ここは僕の故郷の世界だ。君の。さあ実験を始めよう。この声は、まだ神となる以前、一人の人間として血と肉を持っていた頃のザンザだ。ダメよ、まだ何の確証も取れていないわ。危険すぎる。この声はメイナス。何を言っている。恐れることはない。我々は宇宙の誕生に立ち会うことになるのだ。そうだ、これは神にしか成し得なかった奇跡。人間が一歩神に近づく記念日がやってきたのだ。やめてクラウス。それは純粋な探求心だった。そのたった一人の純粋な探求心によって元の世界は消え去り、そして新たなる宇宙が、君たちの世界が誕生した。二人の神と共に。ザンザたちは孤独だった。それゆえに自分と同じ姿をした生命を生み育てたんだ。それが僕らなのか。世界が次の段階へ進もうとすれば、その行く末は時代の意識、生命体に委ねられ、おのずとザンザという子の意識は消滅してしまう。ザンザはそれを恐れていた。己の消滅から逃れるため、ザンザは永遠に破壊と再生を繰り返す世界を望んだ。巨神界に生命が溢れていたのも、それを刈り取るテレシアの存在も、全てはザンザの意志だったのか。そうだけど、友人を望んでいたという思い、それも偽りではなかった。彼の未来と僕たちの未来、共存することだってできたかもしれないのに。その通りだ。だけど時は戻らない。神は自ら生み出した新たな神によって倒された。新たな神。そうだからこそ僕は君の前に現れたんだよ、シルク。アルビース、君は一体。装填に実験施設を管理するコンピューターと言っても君には理解できないだろうな。ま、ただの機械さ、元の世界の僕はね。アルビース。この世界は停滞し疲弊し続けている。だからこそ僕は君に聞こう。新たなる神よ、
君の望みは、君たちは世界をこのまま停滞させるのか、それとも次なる段階へ進化させるのか、選ぶのは君だ。わからないよ。僕はザンザの好きにさせたくなかっただけで、僕が神だなんて。だよな。お前が神様だなんて間違ってるぜ。みんな、だいたい次なる段階ってのはよくわからないのね。私たちはただ当たり前の日々を当たり前に過ごしたいだけなのに。飯食って寝て笑ったり泣いたり、たまには喧嘩もしたり、そんなもんだろ。そう。そして大事な人のそばにいられればそれで十分。それでも我々は少しずつ変わっていく。昨日と同じ自分はそこにいないし、未来がどうなるかもわからない。わかんないから楽しいだもん、リキ。そう思うもん。わからないからこそ次はああしようこうしようって考えるんだよね。それは不安だけど楽しくもある。そうでしょ。ああ、それを進化と呼んでいいのなら、俺たちはいつだって進化している。劇的な変化なんか望まないよな。そうか、そうなんだ。少しずつでいいんだ。毎日少しずつ、そんな進化こそが世界に。勝手だけど、君の意識の中にある彼らの人格を再現させてもらった。ひどいな。一人で何も決められないと思われてるんだ、神なのに。すまない。こう見えて焦っているんだよ。今のままだといずれこの世界は消滅してしまうからね。それで望むことは決まったのかな、新世界の担い手よ。教えてくれ、君が決めるこの世界の未来を。僕は決めないよ。未来は一人一人、世界に住む全員で決めていくものだから。だから僕が、いや僕たちが望むのは神なき世界だ。この俺を殺す気か！すいません、防衛隊長殿。謝って済む問題か、貴様！罰としてウサギ跳びで町の周りをガジッシュ！それだけはご勘弁を。ああそうだ、その資材は四駆の方に移動しておいてくれ。だいぶ再建も進んできたな。メリアやバネアたちのおかげだな。ハイエンターやマシーナの技術、大したもんだよ。当然のことをしているまでです。
私たちが手を取り合って生きていく。それはメーナス様や兄エギルの願いでもあるのですから。そうか。いいもんだな、こういうのは。お兄ちゃん。おお、フィオルンか。どうした？シュルク見なかった？シュルクか。そういやさっきラインたちとどこかに出かけていったな。そう、ありがとう。あ、フィオルン。何？いや、なんでもない。なんだ、シュルクならここにはいないぞ。すごいね、後ろにでも目がついてるみたい。何を見ていたの？海？ん？特に何を見ていたというわけではないが、強いて言うなら、これから先私たちを待ち受ける未来かな。わあ、それかっこよすぎだよメリア。そうなのか？そなたの問いに率直に答えたまでだが。でもわかる、その気持ち。いろいろあったもんね。ああ、あったな。そなたたちには感謝している。そなたたちと出会えたことで私は多くのものを見、聞き、そして今ここにいることができる。うん、それは私も同じ。ありがとうメリア。そしてこれから先も。うん、これから先も。よっ、ライン頑張るも、あと一息だもん。頑張って、ライン。いや、大丈夫？水がしょっぱいだなんてありえねえ。ダメだよラインさん、力任せに引くだけじゃ。大変だ。そうだもん、今の魚大きかったもん。んだよ、なら今度はお前がやればいいだろ。リキ、力仕事やんないもん。食べるのだけが仕事だもん。けどよ、今夜までに魚14匹釣って帰らないと神さんに折檻食らうんじゃなかったっけ。そうだったもん。ライン、ヤバいもん。このままじゃすんごくヤバいもん。俺は別にヤバかねえけど。釣れも、釣りまくれも。お日様が落ちるか。ちょっと。ここにいたんだ。気持ちいいね、風。うん、本当だ。その髪型意外と似合っているなって。さ、そう？前みたいに伸ばそうと思ってるんだけど。ねえ、どっちが好き？どっちも。何よ、なんかすっごく適当なんですけど。ごめん。でもいいよね、こういうの。うん、忘れてたよね、この感じ。どうなるのかな、私たちこの先。どうって、きっといろんなことが待っているんじゃないかな。いろんなこと？これから先どうなるかなんてわからない。けど
だからこそいろんな想像ができるし、目指す目標もできると思うんだ。そうね、そうだよね。モナド、いやアルビースがさ、別れ際に言ったことを覚えてる？ええ、もちろん。シュルク、新しく生まれる世界は無限の広がりを持っている。そこには君たちだけじゃない、さまざまな生命が芽吹くだろう。僕には見える、その世界で全ての生命が共に手を取り合い、未来に向けて歩んでいく姿が。僕さ、いつか会ってみたいと思うんだ、この広い世界に生きる人たちと。私も。会えるよね、きっと。うん、会えるさ。未来を目指して歩いていけば必ず。